古代옛날恐竜は昔々の古代に生息していました。고대에살던공룡들은옛날에살았습니다。文明문명先古代エジプト人は素晴らしい文明を持っていました。고대이집트사람들은훌륭한문명을가졌습니다。遺物유물考古学者たちは壺などの古代の遺物を発見します。고고학자들은우수주를발굴합니다。ピラミッド피라미드エジプト人はファラオたちのために巨大なピラミッドを建てました。이집트사람들은파라오와같은거대한피라미드를짓습니다。帝国제국ローマ帝国は広大で強力でした。ローマ제국은거대하고강력하였습니다。城성中世には騎士たちが城を守っていました。中世時代의성은기사들에의해보호받았다。探検탐험クリストファー・コロンブスの探検は発見につながりました。クリストファー・コロンブスの探検は발견들을가져왔다。君主制왕좌君主制では王や女王が支配していました。왕들과왕녀들은왕좌에서지배했다。革命혁명アメリカ革命は新しい国家を生み出しました。アメリカン혁명은새로운나라의출생을가져왔다。民主主義민주주의民主主義では人々は自分たちのリーダーに投票します。民主主義에서宣言사람들은자신들의지도자들에게투표한다。独立宣言は有名な文書です。선언独立선택의선언은유명한문서입니다。インドはイギリスの統治から独立しました。독립憲法インド는영국의지배에서독립하였습니다。アメリカ合衆国の憲法はアメリカの路を案内します。헌법奴隷制미국헌법은미국의법을정립합니다。アメリカの歴史における奴隷制はひどいものでした。奴隷開拓者노예시절은미국역사상아주지옥에서나만헤쳐온절박한시기입니다。開拓者は西に新しい土地を開拓するために旅行しました。계량주의자
산교革命. 계량주의자들은 서부의 새로운 땅을 정착하기 위해 여행을 떠났습니다. 공업혁명. 공업혁명. 선거권. 산업혁명 시대의 공장과 기계는 인간의 삶을 바꾸었습니다. 여성의 선거권이 여성의 투표권을 모타라시마시타. 선거권. 시민의 권리. 선거권은 여성들의 투표권을 주었습니다. 시민의 권리 운동은 평등을 모토메테 오노노이마시타. 민권. 第二次 세계 대전. 민권 운동은 평등을 위해 싸웠습니다. 第二次 세계 대전은 세계 규모의 전쟁이었습니다. 제국주의. 기념일. 제국주의는 세계 전쟁 이후에 일어난 일입니다. 자유의 메가미像のような 기념일은 유명です. 기념물. 발명. 기념물 중에는 슈하르감이 있습니다. 전화는 중요한 발명이었다. 창조. 革命家. 전화는 중요한 창조였다. 체게바라のような 革命家와 変革을 戦った. 혁명가. 歴史家. 체게바라와 같은 혁명가들은 변화를 위해 전투했다. 歴史家は 과거를 조사して 書く. 역사가. 고대 기리샤. 역사가는 과거를 연구하고 쓰는 일을 한다. 고대 기리샤와 哲学者で 유명했다. 고대 그리스. 石器時代. 고대 그리스는 철학자들로 유명하다. 石器時代は 初期の原始人の時代でした. 암석 시대.